どうもこんばんは、桃太郎でございます。申し訳ございませんいきなり謝ってなんですけれども、あのですね、3月2日、おとといですね、おとといのブログで私こんなの書いてしまいました。本題のボックス、2021年2月軽自動車新車販売台数第1位の座陥落かということでですね、なんでこんなことを書いたかと申しますと、3月2日の時点でこの2021年2月先月の軽四輪車新車販売台数の速報というのはもう前景事業からですね出てまして、それをたまたまちょっと見たんですよ。そしたらですね、ここなんですけどね、まあ、前年の同月比ではあるんですが、見てください、バーッと並んでて、ホンダだけ 84.4% だったんですよ。他全部 100% 超えてて、まあ、増えてるわけですよね。で、ホンダだけね、前年同月比割れして、しかも 15%。これを見るとですね、あれ、やっぱりちょっとやばいんじゃないかと。昨年末からですね、こちら、自動車大手年明け大幅減産へ、半導体工場が火災で不足と。半導体が工場火災で不足ということでですね、まあ旭化成マイクロシステムさんというところの延岡事業所でちょっと火事があってですね、まあ電動パワーステアリングに使われる半導体とか横滑り装置など、まあいわゆる自動車用の半導体がですね、供給がストップするというような事態に なりましてですね、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダなど部品メーカー通じて取引があるということで、これはちょっと製造に厳しい状態なのかというのが一つありまして、これが昨年末の話なんですね。そして、1月2月とさらに世界の今度半導体不足、いわゆるその1回事業者コロナで自動車の製造がちょっとダウンしたんですよね。その時に結局半導体部品を、各メーカーその減らしたわけですよね、供給を、それでその分をですね、半導体の製造工場は、まあ、IoT とか最近の、必要な部門ですよね、まあ、DX デジタルトランスフォーメーションとか、まあ、そういうとゲーム機含めたそういう半導体の部品の方にちょっと注力してて、でまたコロナあったんですけど、急激に自動車の製造業が立ち上がったんで、それで急遽必要になった時にはもうなかなかそっちの方へすぐには回せないということで、現在も多分まだ半導体不足が続いてるんですよね。でその時になんかやたらホンダとスバルの名前が上がってて、で実際こういうふうにホンダ2月もフィットなど国内で減産と、半導体不足が続きてますよということがありました。でまあここにも書いてありますが、関係筋によると、減産するのは鈴鹿製作所で手掛けるフィットと N ボックスなどの N シリーズと、まあ、当初の生産計画から2005台約5000台ということで、まあ、こういう情報がありましたんで、どうなんだろうなというふうに非常に私心配しておりました。ですが、はい、こちら前景事業の2021年2月の軽四輪車不詳名別新車販売速報では、じゃーん、ホンダ N ボックス1位でございます。おめでとうございます。完全に取り越し苦労でございました。今後ちょっとどうなるのかよく分かりませんが、2位スペーシアに対してやっぱり3000台ぐらい、もう最近月3000台ぐらい、先月もまあ3000台ぐらいなんで、このぐらいの差をつけるのが多いですね。で順番に見ていきますと、 N ボックス、スペーシア、タント、ここまではもういつも通りというか、ね、そしてここにルークスが入ってまいりました。これで 1,2,3,4 すべて計スーパーハイトになりましたですね。まあ日本の道路事情、それからまあ大抵の家族構成も含めるとですね、これだけ効率の良い乗り物はないということがやっぱり大きいんでしょうね。まあ正直どの4台に乗ってもいいのかなという気はしております。そしてムーブ、ハスラー、デイブ、アルト、ミラ、ワガナー、
ワイゴラーと来ましたね。してタフと、でホンダ N ワゴン、やっぱり12位、これ先月も12位ですね。でまあちょっと数は増えてるんですけど上がりませんね、という感じ。してジムに EKN1 と、 N1 も15位と変わらずですが、ちょっと減ってますね。これはどうなんでしょうか。生産台数の影響なのかどうなのか気になるところでございますね。はい、ということでですね、まあ NBOX が無事1位になりましたが、まあ半導体不足の影響というのはこれからもまだ今後の台数にも出てくるような気がしますので、なかなか、NBOX も予断は許さない状況かなとは思っております。はい、でちなみにですね、乗用車の方、日本自動車販売協会連合会の方も一応見ておきますと、もうヤリス、はい、ヤリス出ました、2万台超えてます。ルーミー、アルファード、カローラ、ハリア、ライフと、6位までトヨタ、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 トヨタでございますね。してやっとノートが入ってきました。それからまたボクシー支援だと、いいですねトヨタは。そして日産セレナで、やっとホンダでございます。フリード、フィット、フィットがちょっと落ちてきましたね。もうちょっと頑張っていただきたい。まあ台数的にはあまり変わってませんが、他が上がっていってるんでね。そしてフォリオと鈴木さんが出てきました。ここなんかなかなかいいんじゃないですか。キックス、ステップワゴン、ここにいまして、でプリウスで、ノア、ラブフォー、ラブでもこの辺ですか今日ね、はい、でアクアと、でレボークということで、ずっと来まして、ベゼルがここにいますね。先月もベゼルここでございます。まあ本当にトヨタさん、すごい、素晴らしいというかすごいですね。はい、ヤリスの人気本当すごいですね。びっくりしますが、はい、こんな感じでございました。まあとりあえず NBOX おめでとうございます。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもご覧いただければ励みになります。それではまた。